こんばんは。なんかちょっとあれやな、今日ボサボサでごめんね。ちょっとなんか急いでいろいろ今日いろいろやってて、さっきまで走ってたりとか、ゆっくりちょっと走ったり、なんかちょっとすごい事故のことを心配してくれてる人もいると思うので、なんかちょっと動画撮った方がいいかなと思って、なんか動画撮ってます。今もお家ですか？まだお仕事中？わかんないけど、一日お疲れ様ね。なんかめっちゃ簡単に言うと無事です。なんかこの小指とかこの薬指が結構動きにくくなって、こうパソコンとかがちょっとやってたら痛いなって感じなんですけど、なんかちょっとさっきまで尻尾張ってたんですけど、今剥がすとこうなんか感じで、なんか青くて黄色くなってる感じで、なんていうの、打撲。まあでもお医者さん的には2週間くらいで治るって言われたので、ブスやな俺今日、やばいな、ちょっと隠そう。2週間くらいで治るって、息苦しいな、ちょっと2週間くらいで治るって言われたので、ちょっとまあちょっとだけなんやろ、安静にというか、結構なんかスマホとかも片手で打つの難しいから、なんかちょっとあれやねんけど、まあ、ちょっと安静にしつつみたいな感じです。骨折ではなかったので、まあ無事ですっていうことだけ伝えたくてこの動画を撮っております。無事やからね、ちょっと心配かけてマジごめんな。全然動画とか撮れてなくて、なんかお知らせしなあかんことをちょっとサボってしまってたので、なんかお知らせさせてください。一つ目のお知らせ、まあ二つある中の一つ目のお知らせは、来年のツアーのチケットが始まってて、東京、大阪、愛知が、チケットの申し込みが11月13日まで、で、ちょっと締め切りがもう、こんな感じです。来年のツアー。東京、京都、静岡、宮城、兵庫、埼玉、神奈川、福岡、岡山、北海道で、あとファイナルシリーズが大阪と愛知と東京、でんでんでん。大阪と愛知と東京のチケットが、11月13日までで、ちょっともう締め切りが近いので、ちょっとこの3公演は、ちょっと全員集合でお願いしたくて、という感じです。特にこの東京の、オールラストは、全ジャミリでできれば迎えたいなと思ってるんで、ちょっとね、全部土日とか祝日とかやねんけど、ちょっと無茶言うけど、もう本当に今、僕たちを目指していることがあるんで、よかったら全員集合してください。で、なんかタトゥーしか知らんとか、ウソつきしか知らんとか、愛のネタしか知らんとか、一曲しか知らない方でも全然エスコートさせていただきますので、なんかすごいよね、なんかこの数日でみんながいっぱい広めてくれてさ、 TikTok とかさ、アカウント作ってくれたりさ、まあ、これからの人もいると思うけどさ、新しくなんか知ってくれた人もたくさんいたよ。だからすごい力になってるし、ありがとうね。やっぱ曲を知ってもらえるってことがね、幸せやな。てか次のツアーは多分新曲めっちゃ多いので、ちょっと今までと違う感じのホワイトジャムを見てもらおうかなと思ってるんで、めっちゃアルバム作ってますので、イエーイ。ちょっと申し込み迫ってるので、抽選やけど、よろしくね。東京も絶対来て、大阪と愛知も絶対来て。東京はでも絶対来てください、お願いします。ほんで、あれですね、ドドン、オンラインライブのソロのバージョンが、開催されるんですけど、月末にね、これも、まあ、3500円と1万4000円と、まあ、VIP の方1万円っていうロンティー付きのやつがあるんやけど、この上からいくと、ちょっと見えへんかな、どんな内容かっていうと、生トーク7曲のやります。で、生トーク2回あるんですけど、ちょっと1人でやるんで、応援してください。コメントめっちゃ読ませていただきましたので、一人で2回生トークするのかな、なのでちょっと助けてください。ほんでこれはここでしか見られない映像で、今後 DVD になる曲とかあるんやけど、ちょっと、ライブをとにかく感じてほしいと思ってて、ちょっと臨場感のある定点映像を1カメで見てもらいたいなと思って、作品的に見てもらいたいっていうよりかは1カメでもうほんまにライブ見に来てるみたいな、その場にいるみたいな気持ちで見てほしいなと思うから、
ここでしか見れない映像になってます。で、申し込みが1うん、だからだからもうめっちゃ短いんで、11月12日までで、何がついてくるかというとロンティーがついてくるんです。これの黒髪白瀬版と金髪白瀬版っていうのがあるんですけど、これのね、俺このデザインめっちゃ気に入ってるんやけど、俺このデザインめっちゃ気に入ってるんやけど、それのデザインとね、また同じあのデザインの、黒髪版と金髪版が出るので、でこれはちょっとロンティーは数に限りがあって抽選になるんやけど、なんかロンティー1枚付きの方とロンティー2枚付きの方があって、もう俺あれやねんけど、でも生地しっかりしてるから何回洗濯してもいい感じやねん、ということですので、ソロライブのオンラインも応援してください。あとツアーも、応援してください。よろしくお願いします。まあ、なんか十分最近ねいっぱい応援してくれてるから、あんま言ったら痛いなね、ここもちゃんと直すので待っててください。まあちょっとなんか動画更新とかがさ、ちょっとなんていうの、おろそかになってたからさ、心配してんのるかなと思って、ちょっと顔見せた方がいいかなと思って、で、どさくさに紛れて宣伝もしてみました。いえいえ、以上ですね、以上。いっぱい心配してくれてありがとうね、大丈夫ですっていうことが伝わったら嬉しいです。ではおやすみなさい、バイバイ。ボサボサでごめんな。